私たちが例えば今一番考えなければいけないことは何か、それはすごく単純なことなんです。例えばライアル・ワトソンという行動と動物性に学者、心理学者がいます。ライアル・ワトソンの考え方で100匹目の猿という考え方があります。これはまず1匹の猿が海に追い落としてしまった、で偶然落としてしまったんだけど、それ食べてみたら塩辛くて美味しかった。また同日同刻世界のどこかでどっかのお猿さんがわっとしまったっつってお芋落としてしまった。したらそのお猿さんお芋食べたら食感が美味しかった。それが100匹を超えた時に全世界の猿たちが海で塩水につけてお芋を食べる、このことをそうなってしまう、 これがいわゆる動物進化学的に証明されると、これがライアル・ワトソンの100匹目の猿というんですね。そしてこのことを進化というんです。今私たちは本当に進化しなければいけないです。進化しなければ私たちの人類というのはそう遠くない将来に滅びてしまうかもしれない。ではどうしたらいい。私は美ということに立ち戻るということ以外にないと思っています。美とは何か、これは人間が生きる知恵、その生きる知恵の本能が私たちに、知恥として何でしょうかね、備わって、それが美ということの感性なんですね。何か例えば何か美しいと感じる感情、例えば食べて美味しいということがありますね。食べて美味しいも美しい味と書きますね。どういうことか、食べた時に今日まで生きていてよかった、これで自分は元気になる、生きる勇気を得てきた、このことを美というんです。つまり美というのは生きていくということについてどうしても忘れてはいけない大切なもの、それが美という感性となって私たちの本能として身についていたんですね。例えば私たちは毎日一つずつの花を人にプレゼントするということをしてみたんです。一人が、そしてそれが10人が、そして100人が、ある人数を超えた時に全世界の人たちが自分の花を誰かにプレゼントする、または一家団らんの食卓の場に花を飾って、今日これ綺麗だねと言ってそこでコミュニケーションして、そういうことをし始めたらどうなるの。私はその時に本当の失ってはいけない平和というものの本質が気づかれるところだと思いますね。ですから難しいことではない、本当に身近な簡単なことから私たちはやれることがいっぱいある。なんか大きな声で何かを反対と叫ぶのではなくて、足元にどんなにでもやるべきことはあると思います。そういうことを続けることによって私たち一人一人が進化をしていく、その一つの過渡期に